皆さんこんばんは。4月6日木曜日のバッハプラザです。この4月から毎週木曜日の MC を担当します大寺香織です。私はこれまでニュースやバラエティ、スポーツなど様々なジャンルの番組を担当してきましたが、公営競技は4つとも初心者ということで現在猛勉強中です。長年のバッハプラザファンの皆様、どうぞお手柔らかによろしくお願いいたします。さあ、今日の埼玉県内の公営競技は川口オートレースのみの開催でした。今晩のバッハプラザは川口オートについて30分たっぷりとお届けします。川口オートでは今日からオートレース .jp キャッシュレスオープン記念が始まりました。5日間開催の初日、今日の埼玉県内、朝は雨がパラつきましたが、徐々にお天気が回復し、午後は青空が広がりました。2レースまではブチ走路でしたが、3レースからは両走路コンディションでした。ただ風が強かったですね。暖かい風に乗って桜の花びらがひらひらひらと舞い散っていました。そんな桜散るこの時期に再び花を咲かせた選手がいます。大怪我からおよそ2年3ヶ月ぶりの復帰を果たした森且行選手。今日ファンが待つ川口で復帰レースが行われました。まずはその第9レースからご覧いただきましょう。第9レース予選、圧倒的人気は試走タイム3秒32の8番森且行選手。3連単876、867が10倍を切るオッズでした。壮絶な闘病生活は復帰への強い情熱が大きな礎になりました。このフィールドに再び元スマップメンバー森且行の姿があります。再起を誓う大きな道しるべを今歩み始めます。奇跡のカムバックへ、森且行圧倒的な一番人気に押されています。スタートまで3秒前、第9レース予選競争、今スタートが切られました。ハンデゼロから松永行った、そして10メートルから高橋好スタート、そして注目の森且行の復帰戦、まずはスタート先行しまして7番手、上々の滑り出しであります。先頭は松永、そして野上ほぼ並ぶ格好で3コーナーに入ります。先頭は松永浩二、まくっていくのは野上文武、野上がまくりを決めるのか、応戦する松永浩二、中段でおお間をかいくぐって森且行、21コーナーで先頭に上がった。場内からは大歓声が起こっています。邪念を振り払ってひたすら勝利を目指して、早い周回で決着をつけました森且行。先頭は森且行であります。残りは4周回、2番手には野上文武、3番手には高橋雄一、4番手に岩佐恒義、その後ろ6番の竹内正弘の体勢になっています。さあ2番手争いは内側から4番の岩佐が捉えました。外から野上、さらには大外から3番高橋、2番手争いは3人、4人の選手は一塊になっています。残りは3周回です。先頭はぶっちぎっています。復帰戦、まさにビクトリーロードをひた走っています。独走を楽しむかのような森且行は先頭だ。3コーナーから4コーナーに向かっています。今噛み締めるように4コーナーを立ち上がりまして、残りは2周回 1000m、 2番手4番の岩佐恒義、3番手が高橋雄一、ほぼ体勢が固まってまいりました。先頭はまさに独壇場になりました森且行。森が先頭だ。3コーナーから4コーナーに向かっています。2番手岩佐、3番手が高橋雄一、体勢は固まって残り1周回ブルーフラッグを今通過。まるで映画のようであります森且行。夢の日本一からたった3ヶ月でレーサー人生の岐路に、あれから2年2ヶ月余りたどり着いたスタートライン、愛する場所で華麗なるカムバックを遂げました森且行、今1着でゴール。第9レース、2連単84、1110円、3連単847、2360円でした。はい、森選手、2年3ヶ月ぶりの復帰レースで見事一着、圧勝でしたね。今日は平日のレースにもかかわらず、本当にたくさんの方が訪れていて、直接声援を送られていました。そしてゴールした際には大きな声援、拍手も送られていて、場内温かい空気に包まれていました。
そしてレース後記者会見が行われましたので、森選手の生の声お聞きください。そうですね、2年3ヶ月ぶりに、ようやく、復帰できました。まずは今日一緒に走ってくれた7人の選手に、感謝したいと思います。そして、今まで、支えてくれた、周りの方々、そして、応援してくれたファンの皆様に、感謝を伝えたいと思います。ありがとうございます。今日ちょっと朝練行ったんですけれども、あんまりエンジンが良くない感じだったので、まあ、自分の感覚を信じてセッティングを大幅にいじって、まあ、思想を言ったら照ってる走路苦手なんですけれども、まあ、3人も出たので、まあ、これはミスしなければ勝てるのかなって、思って走ってました。もう一番大きな目標は、もう一度日本一になりたいですけれども、そんな甘くないと思うので、今 B 級なので、とにかく SG のレースに出れるぐらいまでには行きたいと思ってます。まあ S級になればね、 SG 全部出れるので、はい、そこを目標にまあ時間がかかっても、一生懸命頑張っていきたいと思います。はい、森選手の復帰記者会見の模様をお送りしました。今日私も川口オートレース場実際に取材に伺いまして、レース生で拝見してきました。第9レースの森選手の復帰レース、始まる前独特の緊張感がありましたね。始まった途端になんだかこう鳥肌が立つような思いがして、皆さんからのゴールした際の拍手を聞いてなんだかちょっとうるっとしてしまう、そんなレースとなりました。はい、そして森選手なんですが、会見ではどこかレースの後ということでほっとしたような柔らかな表情が印象的でした。森選手、今日は1着取れないかもしれないって言っちゃったから買ってない人が多かったかもしれない、雨の方がいい感じだから明日雨が降ったら買ってくださいと笑顔でおっしゃっていました。レース場でお客さんに実際にお話も伺ったんですが、中には名古屋から日帰りで森選手の応援に来ましたという方もいらっしゃったり、また春休み中のお子さんを連れて3年ぶりにレース場に応援に来ましたという方もいらっしゃいまして、ファンの方の熱というものも感じることができました。とにかく無事に走り切ってほしいと願うファンの思いに期待以上の走りをした森選手、恩返しできたかなとご本人もお話しされていました。明日は埼玉県内は曇り、夕方から夜の初め頃雨の予報となっていて、正午から18時までは降水確率 50% となっています。雨が得意な森選手にとっては幸運の雨となるかもしれませんね。ここまで川口オートについてお伝えしました。はい、さあエンディングのお時間です。今日初めての MC ということでいかがでしたでしょうか。最後までご覧いただいた皆様ありがとうございます。今日なんですけれども、私取材にも行かせていただきまして、なんといっても森選手の復帰レースとても印象的でした。皆さんからの声援というのを聞いて、声援は森選手のこう人気というのは元アイドルという肩書きにではなく、一レーサーとして森選手が皆さんに見せてきたもの、それが認められて声援が送られていたんだなということを感じました。そして改めて全ての選手に対してリスペクト、感謝の気持ちを持ってこれから MC を務めていきたいと感じます。明日の埼玉県内の公営競技は川口オートと西武園のミッドナイト競輪が行われます。バッハプラザでは川口オート2日目についてお伝えします。ぜひご覧ください。それでは皆様失礼いたします。